はいさい、はいさい、はい、シュータです。マキです。はい、今日も煮干し生活元気よくやっていきたいと思うんですけども。はい、おはようございます。いやー、朝9時半に到着しまして今回ですね、地元宜野湾、普天間ですね、はい、第1回地域の祭りが開催されるということで、ほうほうほう、はい、椅子の木通りというね、この通りに来ております。はい、ここをですね、なんと歩行者天国にして、はい、まあ、いろんなキッチンカーとか屋台とか、うん、あとイベントものをやるってことで来たんですけども、はい、早速椅子の木フェスティバルをね、まず紹介していきましょう。うん、はい、本日ご紹介するのは第1回地域発展祭り椅子の木通りフェスティバル。県内の有名キッチンカーが大集合。空手やエイサー、ダンスなどイベント盛りだくさん。地元のお店がキッチンカーや屋台を展開。あれもこれも美味しそうなやつ。早速調査していきましょう。いや、暑いってびちょびちょです。いや、暑いっすね。やばい、びちょびちょ、汗が滝のように出てますから。そういう修行の日あのね、2カ所今やってて、はい、まあ、さっきのあっちがね、メイン通りなんですけども、うん、あちら軽食とかイベントやるみたいなんですけど、こちらはね、はい、がっつり食べられる、はいはい、キッチンカーとかね、屋台やってるということで、早速こっち行きましょうか。行きましょう、行きましょう。第1店舗目ですね、ちょっと紹介していただきます。第1店舗目初めて、流れるようにちょっと紹介していこうかな。そうだね、いっぱいあの店舗があるからさ、はい、こちらですね、うん、店舗の居酒屋ゆずさんでございます。はい、ゆずさんでございます。店舗が別にありまして、はい、今回はあの特別に、うん、屋台として、ね、なるほど、ね、柔らかいステーキ、こうやってね、デザインも可愛くやっております。いろんな商品をね、出してるということで、うん、はい、こうやってね、わかりやすい柔らかステーキ500円で食べられますから。お、柔らかステーキゲットだ。柔らかステーキでございます。ゆずさんのありがとうございます。店舗の写真もポンと貼っておきますんで、はい、アイテム1つ目、はい、全部のアイテム集めて向こうであの食べれるスペースあるんですよ、ね、あっちにスペースがあるんで、はい、あっちでまず集めて食べていきたいと思います。スペースがありますから、はい、はい、行ってみたいと思います。ありがとうございます。はい、ということで2店舗目、2店舗目行きたいと思います。はい、後ろにも書いてあるんですけども、こちらおっちゃん酒店でございます。はい、もう隣にね、はい、居酒屋の実店舗はありまして、そうそうそう、もう隣が居酒屋さん、お店なんですけども、はい、すぐ隣でこの店舗やってるってことで、なるほど、メニューめちゃくちゃあります。こうなってますから、すごいですね。ヤギ汁とか大稲荷さんとかいろいろあると。そうそう、俺の動きは見えてない。はい、もう全然映してないです。はい、ということなんですけども、こちらでもね、はい、あのおすすめの商品をちょっとあのいただけるということで、うん、今回、はい、おすすめの商品2つ、お、2つあります。こちらはヤギ汁、はい、ヤギ汁は20食限定、はい、20食、こちらとこちらのお稲荷さん、はい、これはあのうわ、今日のイベント限定で、100セット、なるほど、のうちの一つずつを私たちがいただきます。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。フーチバー好きにはたまらんね。すごいな、アイテム揃ってきたよ。うん、ありがとうございます。今回限定の100食限定、かわいいね、すごいよ。はい、ということで3店舗目行きたいと思います。酔ってるんすか、びっちょびちょです。酔ってるんすか。暑い、暑いね、暑い、確かに確かに、続いて紹介する、店舗さんなんですけども、以前、はい、あのフィッシュテールさん、はい、あのギノワンのね、うん、あのパエリア食べたじゃないですか。食べました、多分出ると思うんですけども、美味しかったね。美味しかったの、キッチンカーということで、ワイルドステール、ワールドステール、ワールドステール、ワイルドじゃねえよ、ワールドステール、ワイルドウォーじゃないんだからワールドワールドワールドステール、ワールドステール、世界の屋台って見てる、世界の屋台、うん、あ、すいません、じゃあ、久しぶりです。お久しぶりです。相変わらず、お元気そうで。めちゃめちゃ暑いですよ。めっちゃ暑いですね。僕らですら、びちょびちょです。はい、ということで、今回、おすすめの商品いただけるということで。はい、今日は、はい、今日前回、パエリア、はい、出したんで。やったですね、はい。まあ、もう今こっちで人気の、生姜焼きを。はい、生姜焼き、はい。生姜焼き。生姜焼きの丼を、はい。はい、出そうと思ってます。ありがとうございます。最高じゃないの。カブチーノソーダっつのも出てるんで。うちのソーダ、はい、ソーダ、これか、なんだろうこれ、わかんないな。ここで水分補給もできると。なるほど、水分ゲットしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょうどいいですね。めちゃくちゃね、他にもこうやって種類あるんですよ。うーん、前回食べたのがこのシーフードパエリアとか、めちゃくちゃ美味しかったからね。全然うまかった。うわっ、お待たせしました。あー、すごい、カラカラいいから、すごい、ありがとうございます。おしゃれ、すごい、口を開けていい、うん、来ました、はい、来ました。うわー、すごい、美味しそうですね。めちゃくちゃ美味しそう。
はい、あ、2つ2つもありがとうございます、すいません1個補給できます。いやいや、1個1個で、1人1個よ。注意してください。ありがとうございます。めちゃくちゃ優しい。ありがとうございます。はい、ということでですね、はい、第4店舗目来ました。第4店舗目、はい、もうちょっと痩せたんじゃないかと思っております。暑いね、今日本当に。前回ね、紹介したんですけど、タミさん、タミさんね、はい、今回、キッチンカー、はい、出してるということで、もう知り合いのお店いっぱいあるな。ね、今日は顔見知りがね、もう半分くらい多分知ってる。確かにな。どうぞ。ということで、はい、今回もね、うん、おすすめの商品いただけるということで、はい、紹介したんですけども、うん、まあ、こちらのメニューがですね、はいはい、こうやってありますよ。カレーとローストビーフ丼は食べましたから、完全に分かりやすい。うん、めちゃくちゃうまかったもん。で、ドリンクもあると。新作の高級油そば、洋風な、洋風だよ、洋風だよ、洋風でした。ということで、洋風油そばですね。お、なるほど、新作だよ。新作ですね。確かにタミーさんでは食べたことないというか、見てなかったんで、はい、ちょっと出来上がるまで待っていきましょうか。はい、はい、ありがとうございます。高級じゃない、洋風じゃない。ダメですよ。じゃあ、洋風ですから。美味しそうですね。やばいさ、最高じゃないの。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、もうアイテム全部揃ったんで、さっきまでめちゃくちゃ持ってたけど、はい、一旦置きましたんで、はい、集めてちょっと食べてみたいと思います。はい、思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでですね、はい、商品集めてまいりました。はい、すごい、すごい料理が当たります。こちらです。ゆずさんから、焼き汁から、はい、お稲荷さんから、丼から、カーブチーから、油そばと。はい、というわけでですね、一つ一つ一応紹介していきたいと思うんですけども、改めてね、はい、まずこちらですね、はい、はい、居酒屋のね、普天間の居酒屋ゆずさんの柔らかステーキでございます。これ500円ですから、はい、やばいね、とてつもなく柔らかいと思います。美味しそうですよ。はい、そしてこちら、はい、はい、おっちゃん酒店、もう居酒屋後ろにあるんですけども、はい、の焼き汁ですね。焼き汁ね、はい、フーチバーも入れ放題ということで、はい、自分でね、お好みでね、はい、やっております。そして、まあ、お稲荷、はい、各食限定ということで、はい、こちらもいただいております。そしてこちらワールドステルさんの、生姜焼き丼、生姜焼き丼かな、はい、生姜焼き丼ね、はい、美味しそうだね、これもね。そしてカーブチーのソーダドリンクということ で、 ですね、また珍しいよね、飲んだことないかもしれない、これもないな。一応柑橘系っては言ってます。楽しみだね。はい、タミーさんですね、こちらが洋風油混ぜそばですね。洋風油そばですね。油そばですね、はい、多分俺ここ食べたら次食べれへん。食べるということで、早速食べていきましょう。食べていきましょうか。はい、早速食べていきたいと思うんですけども、はい、柔らかステーキ、柔らかステーキ、いやいいですね、はい、美味しそうだ。いっぱい入ってますから、はい、そうですよ。じゃあ早速 ね、ゆずさんの、はい、いただきたいと思います。いただいてください。さあ、あ、柔らかい、確かに柔らかステーキだぞ。うん、めちゃくちゃ塩コショウ効いてる。うん、ステーキこれ500円。そう、500円で、これで500円ですから、ポテッティとステーキが食べられると、うん、がっつり紹介していきたいと思うんですけど、伊豆さんもね、実店舗があるということなので、近くにも、この裏にもね、そうお店があるってことで、はい、詳細に載せておきますので、はい、そちらもチェックしてください。はい、はい、続きまして、うん、おっちゃん酒店さん、うん、はい、食べていきたいと思うんですけども、ヤギ汁が食べられるっていいですね。フーチバーのね、うん、まあこうやってもらえるわけですよ。そうお好みでフーチバーが好きな人は、はい、番内かけてもらって、じゃあ全部入れようかな。嘘でしょ。はい、全部いきました。まあでもいいね、そういう感じでね、過去にありますから、そういうのが。はい、じゃあ食べていきたいと思います。うわ、うまそうですよね。また癖がいいですからね、焼き汁は、はい、おっちゃん酒店の焼き汁、うん、いきたいと思います。いただきます。匂いがすごい、うまいて、これはこれまたフーチバー入れたら美味しいんだよな。フーチバーがやっぱ入れた方が絶対うまい。うん、おうよ、ね、レジいっぱい2個入ってる。美味しそう、いきます。食べやすそうだね、あと、うん、うまっ、臭み全然ない。あ、ない、うん、全然ない。なるほど、じゃあもう初めて食べる方もすごい食べやすい感じね、うん、むしろフーチバーの方が臭いんじゃないか。あ、確かにね、フーチバーも臭いあるね、確かに。なんかね、臭みを消すために入れる人もいるらしいんですけど、でもつけた方がうまいんだよね。うん、確かに、うん、うん、卵と椎茸のお稲荷さんということで、見た目も可愛かったって ね、分かったな。おお、そっち側だったか。あ、うまそうだね、うまそう。
これは完全にうまいよね。絶対美味しいやつよ。ちょっと高級感溢れてるね。なんかね、おしゃれな感じで、ね、包みもいただいちゃっていいですか、うん、一口でいっちゃってくださいよ。いきます。いただきます。いや、うまいよこれは。絶対いいな。絶対うまいて。うまっ。からの汁で、うん、ああ、なるほどなるほど。ちょっと贅沢な食べ方ですね。いきますから。うまっ。もうぜひぜひね、うん、本当にもう居酒屋はすぐ後ろにあ、そうだね、あるので、その居酒屋もちょっとよく行くんでしょ。よく行くよく行く。そうそうそう、なんか外のねテラスみたいな。ああ、なるほどね。そう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 。ぜひぜひね、はい、居酒屋さんの方にも行ってほしいですね。はい、行ってほしいです。はい、生姜焼き丼でございます。うまそうそう。来ましたね。うまし、そうこれ。うまいよ。で、これが川口の生姜焼き丼ってことで、うん、早速食べていこうかな。はいはいはい。いやー、なんか海鮮のイメージがあったんで。確かに前回ね、あのお店行った時はパエリア食べさせていただきまして、はい、そうそうそう、いただきます。あ、うまっ。うん、おいしそうだね。うめちゃくちゃ生姜効いてる。うん、うん、ワールドスティルさんのキッチンカーも今後もね、いろんなところでやるってことなので、うん、そちらもチェックしてほしいですね。そうそう、なんか定期的にキッチンカーで、うん、あの駐車場に集まってイベントしたりとかもするみたいだから、うん、それも写真ポンって出しましょうね。はいはい。川口ソーダ。川口ってなんだろうね、俺わからないんだよね。方言だよね多分ね。一応まあ柑橘系のなんか果物で、うん、シークワーサーとはまた違うんだはずね。シークワーサーかなと思ったんだけど。そうそうそう、俺も思ったね。いただきます。はい。さっぱりしてる。うまいうまいうまい。うまいけど川口ってこんな味なんだ。確かにシークワーサーとかそういう柑橘系の味に似てるけど、でも似てる似てるけども、似てるけどもカブチーです。要は似てるのね。似てるのよ。なるほどなるほどなるほど。カブチーが多分初めて飲んだからっていうのもあるかも。うん、うん、香り的にもそうだね、似てるね。うん、見た目もシークワーサーでしたから言ったらあれですけど、でもあの時期になると、そのカブチーの時期になると種まで大きくなるらしくて、へ、でその種を凍らして、まあ、入れるらしいんですけど、今まだその大きくなる時期じゃない。あ、なるほどね。その時期になればまたちょっと違いが出てくるかもしれない。うん、なるほどなるほど。サミーさんの、こちらが洋風油そばでございます。あ、美味しそうだね。来ましたね。さっぱり系っぽいな。やっぱ混ぜ油そば、うん、油そばってことで混ぜるってことなのかな、うん、一旦ね、そこにね、ほら汁がね、いるんですよ。こうやって、ね、あ、なるほどなるほど。これはしっかり混ぜていこう。これね、はい、一回混ぜるってことで。いや、いいですね。これでさっぱり感が増していく。いやいや、あの、やり直さなくていいのよ。最初からや、最初からやってるならわかるけど、あの、やり直さなくていいのよ。2回目いらん。なんかこういうの大事かなと思ってやったんだけど、ふと思いついたぐらいだから、それの。はい、結局混ぜました。はい、メンマと一緒にでかいメンマと一緒にね。いきます。うん、うまっ。グーですか。グーグーうまい。うん、うまっ。ハミーさん、すんごいうまい。うん、ローストビーフと、うん、まあ、カレーのイメージだったんですけど、はい、すごい多彩ですね。すごいね。うん、なんかバーのような雰囲気がね。そうそう、お酒も ねたくさん取り揃えてて、そう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 、飲み放題もできますから。そうそうそう、安いしね。うん、こういった感じで洋服とかいろいろ売ってた。普天間すごいな、こんなイベントできるんだ。そう、北方天国で、ね、はいはい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございま す。紹介しますね。はい、でもこんな感じ。まあこういう感じですよ。四角い魚です。珍しいような。はい。こういうのも。面白いね。